変わんなくない？え、待って、全然上がってないんだけど。ちょっとこっちもやるね。あんま上がってない。まあ、ちょっと待って、うるさいわ。ちょっと待って。うるさかった。弟が寝起きでめっちゃうるさいんですよ。ずっとやだやだ言ってる。カッツアンダーありがとうございました。よかったよ、ありがとう。ちょっとね、時間の関係でお見送り出れなかったんですよ。ちょっとそこは残念なんですけど、すごい楽しかったです。なんかね、もらったんだよね、おめでとうっていうお花をいただきました。めっちゃ可愛くて。可愛くない？出すね。めっちゃ目痛いんだけど。なんか入ってる、なんか入ってる。可愛くない？めっちゃめっちゃ可愛いんだけど。しかもさっきちょっと感動したのが、これがね、なんかこうやって閉めたり開けたりできるの。え、これちょっと外したらさ、え、すごっ、閉めれるのこれ、すごくない？めっちゃ可愛い。え、この上にこうやって刺しても可愛くない？すごい、初めてハート柄のもらった。いつもいただくやつはなんか四角の花瓶みたいなやつに入ってるやつなんですけど、めっちゃ可愛い。パールス入ってるし、やっぱり改めてね、赤ピンク白の染色で良かったなって思える。本当にマジで可愛い。ありがとうございます、リーナ組一同リーナ組一同ありがとう。めっちゃ嬉しい。勝手に始める。オッケー、可愛い、めちゃくちゃ可愛いですね。みんなさ、こういうのどこに保管してるんだろう。リーナもなんか3回目ぐらいなんですけど、いただくのがお花、どこに保管してるんだろう。みんな、リーナはね、あのアニメのものを飾るブースがあって、自分の机の上にね、でそこに一緒に飾ってるんですけど、なんか新しく飾るとこ作んないとね、今後もしいただくことがあった時のために。洋服いただいたんですよ、今も着てるよ。めっちゃ可愛い。え、
やばくないこれ。やばくない、めっちゃ可愛いんだけど。ちょっとねスカート短め。めっちゃ可愛くない、びっくりしたんだけど。めっちゃ可愛くない、めっちゃ着るこれ。ありがとう。え、これトーク会とかでも着ていいのかな。このさブランドがめっちゃ好きなの、なんだっけ、いつもね読み方忘れちゃうんだよね。エブリンだよね、よく見るブランドなんですけど。ここもね初のってこれめっちゃ可愛い、ありがとうございます。そうエブリンね、めっちゃ好きなんですよね。フレンチガーリーの、フレンチガーリーが好きなのリーナ。ちょっとエブリンさんは量産型に寄りがち、より量産型より服装が多いんですけど、リーナフレンチガーリーが好きで、最近なんかブランドをね探してます。そう、なんか東海とかで着たいから、フレンチガーリーを着たいから、どんなブランドが、ブランドにたくさんフレンチガーリーが載ってるのかなっていうのは結構あ、お手紙まで読んどきます、ありがとね。これ2着目ね、これめっちゃ可愛い、大人っぽい、なんか今までに見たことないような、あのリーナのクローゼットで、なんかねだいたいリーナが持ってる大人っぽいのって、なんか黒色とかなんだけど、今回はピンク色っていうのかな、これ紫ピンク、ピンクで大人っぽい感じのお洋服です。めっちゃ可愛いのこれ、ゆねちゃんにも可愛いね言ってもらえた、見えるかな、めっちゃ可愛くない？しかもだよ、ここちょっとねあの肩出しがあって、さらに大人っぽポイント、めっちゃ可愛いこれ。私もね JK になるんでねJK になるんで、大人っぽい服もねたまにはいいかなと思います。めっちゃ可愛い、ありがとうね、着ます、たくさん着ちゃいます、嬉しい。ワンピース好きなのリーナだから、トーク会とかでね着るやつもワンピースのフレンチガーリーを探してるんですけど、あ、そう言い忘れてた、プレゼントたくさんいただいて、あの事務所にね残ってるんですよ、半分持って帰ってきて半分残ってるの、だから半分はまた紹介します、ちょっと待ってください。うん、スカートめっちゃ嬉しい、リーナスカート全然持ってないのなんかスカートに好みがあんまなくて、なんて言うんだろう、ネットショッピングとかしててもさ、なんかトップスとかワンピースばっか見ちゃうのね、リーナなんか上ばっか見ちゃうの、配信してるからかな、配信下映んないじゃんだからかな、だからかわかんないけど上ばっか見ちゃうの、ネットショッピングとかしてても。だからねスカート全然持ってないけど嬉しい、めっちゃ可愛いこれ、あ入んなかったに偽のポケットだった入んなかったけどめっちゃ可愛い、嬉しすぎる、リナこの柄初めて、ありがとね、嬉しい、リナの服に新しいバリエーションが増えた、え、めっちゃ可愛いんだけど、これリナのすごいタイプですね、ドタイプです、か
かわいい。え、下こうなってんのめっちゃかわいくない？え、だからこのベルトがめっちゃ優勝してる。あとこれね、これなんなんだろう、リーナキラキラが好きなのかな。リボンが好き、リボンとキラキラが好き。リーナめっちゃ可愛い。これちょっとおとなしめのフレンチガーリーって感じする。ありがとね、めっちゃ着る、めっちゃ着ます、嬉しい。そうだから言ったじゃん、スカートはもう持ってないって。だから上とワンピースばっか持ってんの、トップスとワンピースばっかなの。だから基本的にね、まあスカートあんま履く機会ないんだけど、基本的にレッスン着だから。でも私服の時とかなんか下いつも黒いプリーツスカートみたいな、いつも同じやつ履いてんのね。まあ何個か持ってるけど、お気に入りがあってみんなの形的に。だけどめっちゃ可愛い、ありがとね、バリエーションが増えました。やっぱね、上同じでも下違うとさ違う服装になるからね。一旦ここまで私が持って帰ってこれたのは、荷物が多かったからさ持って帰らなかったんです。ありがとうございます。お洋服とめぐみこさんの、めぐみこさん、めぐみこさんのお花ありがとうございます。大切に使います。嬉しいですね、お洋服はね着れるから嬉しい、ありがとうございます。土日公演お疲れ様でした。お疲れ。平日も出たいな、リーナ。だから早く高校生になりましょう。そんな言うこと、ありがとう、嬉しい。なんか自分的に自分的にはね、なんかリハ、なんかリハの時よりできてる曲もあったけど、リハの方が良かったなって思った曲もあって、自分的に、まあ、やっぱり緊張とかもあって、まあ、ちょっと何ファンの方がいる時となんか違くて、なんかそういうのあって、まあ、ちょっとなんかみんなにがっかりさせちゃうかなとか思っちゃってたんですけど、めっちゃみんな褒めてくれて嬉しかった、ありがとうね。お見送りでみんなにおめでとうって言っといてって言ってた。みんなにおめでとうって言っといて、あーそういうこと。みんなに言ったの、メンバーにおめでとうって言ってね。そう、見送りねめっちゃ出たかったの、ちょっと残念だけど嬉しい。流れ星ありがとう、久しぶり。前髪伸びた、そうだね、ちょっとすぐ切る。すぐ切る、確かに。てかあんま巻いてないからかも、ぺったんこなんですよ前髪。結婚しかけるじゃん、逮捕です。お疲れ、初アンダーお疲れ。あ、壁来てたね昨日、どうだった、なんか気に食わない表情してたけど楽しかったですか。渚の頃に戻ってたよ、めっちゃ良かった、本当に。ありがとう、女デビューおめでとう、大好き、自慢の推しだよ、ありがとう、嬉しい、パッチリしてる。何これ、あ、鬼滅の刃で見たことある、この毛玉みたいなやつ、なんて言うんだっけ、ボールだよねこれ、ボールありがとう。結婚式が来る中、じゃあ制限阻止で、うんうんうん、待って服見せたいな、リーナ、うんうんうん、オッケー。まあちょっとね制限のせいでお見送り出れなかったので、阻止です、出たいです。前髪伸びたからまつげが上がったかちゃんと見えない、
そうだよね。切ります。ずっと笑顔でよかった、それはよかった。毛先はカールしてるけど根元が甘い。うん、毛先しかカールしてない。ぴょんぴょんってやっただけです。公園とかではね、でも根元はいつもやんないわ。根元やるとさ、いや癖つきやすい髪してるから、ここはねポンって、何こっからアイロン入れましたみたいな感じがめっちゃ出るんですよ。だから毛先しかいつもやってない。雨ね、雨昨日の夜からじゃない、いや楽しいっていうね、嘘をねつかないでくださいね。緊張はめっちゃしたよ、めっちゃ緊張したよ。12期2人に手を出した、手出したんですか。手出したらダメですよ。ハートありがとう。ダメですよ手出しちゃう。楽しんでいなさい。毛玉なのこれ、ボールなのか分かんないけど、ありがとう。音符ありがとう。 2.5 ハートありがとう。来るじゃないから、うるさいよ、聞かせません。昨日の公演 DMM で見てたよ、ずっと待ってたから画面越しのリーちゃん見て泣いちゃった。まあぜひ次はね、また次出演できたら現地でぜひ当ててください。どうと可愛いやん。そう。あとありがとう。男がいるの、弟です。まあ確かに男なんですけど弟です。いつも騒いでます、弟。たまに妹も騒ぎます。元気エネルギー大興奮スペシャル、違うよ。元気エネルギー大放出スペシャルです。元気エネルギーを興奮させません、元気エネルギーを放出するんですよ。ちょっとボールありがとう。初アンダー見て惚れた。本当遅くない惚れんの。結構前からさ、ショールームとか来てくれてたと思うんだけど。まあじゃあやっぱりね、皆さんトーク会とかもね会いに来てくれるんですよね、惚れた分ね。これ多分余計話したくなりましたよね。旅立てジャックで涙腺崩壊。なんで？なんで旅立てジャック？歌詞の意味分かってますか？言うならさ、やっぱりまあ友達とかさ、ライブマスターとかで、ちょっと泣いちゃった、分かる。ジャックで泣いたんですか？なんででしょうね。歌詞Are you ready? まあ今から始まるよみたいな感じですけど。最後ギリギリ、そうだね、まあ生誕なんでしょうがないです。昨日珍しくリアタイでね見てくれてた、ありがとうございます。ね、最後まで出れてよかった、本当にお花いい、本当に可愛い。結婚しかけるうち逮捕です。フォローありがとう。ハートありがとう。ビューラーやった時に抜けた毛、いや多分ね、あのホコリみたいなのついてた。今大丈夫です。 MC で質問コーナー参り、 S メンバーで優しさを感じ、本当にそう、めちゃくちゃ優しくて、いやもう本当にね、宮丸さんとかさ、ずっと裏で振り教えてくださったり、ひめたんさんとかも、横にゃさんとかも、めっちゃずっとね、まあ、個人でやりたい準備とかあると思うのにずっと教えてくださってて、本当に優しくて嬉しかったです。仲間の歌好き、仲間の歌ね、いいですよね。私もなんかやりますし、皆さんみたいな。やりますし、あら素敵なお花ですことね、可愛い、めっちゃハートありがとう。昨日お疲れ様でした、お疲れ。可愛いお花ね、可愛い、本当にハートありがとう。こんにちは、
配信で見てましたがチーム S にめちゃ可愛い子いると思ったリーちゃんだった。本当リーナの顔知ってるよね。めっちゃ可愛いって見たらリーナだったんですか。本当にそれは嬉しいですね。ボールね、ありがとう。アイアイ公演だからハートをモチーフにしたんだろうな。あ、そういうこと。あ、なんかあハート可愛いなって思ってた普通に。そういうことね。愛を君に、あ、愛もらったから愛を君に。あ、そういうことね。すごっ、そんな考えてたんだ。そんな考えてくれてたんですね。ありがとうございます。ただ単に嬉しいです。サンダーデビューおめでとう、ありがとう。可愛い、ありがとう。できよかった、もっと出られるポジであれば。まあそんなね、もうね、この人っていう固定がね、大体決まっちゃってるんでね。ですけども、たくさん出れるよう頑張ります。ボールありがとう。そういうコーナーみたいなの作ったら、何コーナー。そういうとはどういうコーナーですか。頑張った、ありがとう。ボールありがとう。机も有限ん、机も有限。ああ、そういうことね。机の上に置けるものもね、そうね、パンパンなんですよ。めっちゃ机に全部置いてる。なんかリーナのスキンケア用品も机に置いてるし、勉強用具も机に置いてるし、しかも勉強机ね。勉強机に勉強用具も置いてるし、自分のグッズも外には出さないけど、カオンケみたいなとこに入れてあるし、カンカン入れてあるし、あと何置いてるっけ、あとね、グッズですね。まちふゆとかとどろきとかぽちゃっこマイメロとか、あ、おうかさんのあります。で、この花も置いてて、あとファンの方からいただいたキーホルダーとか、あとちょっと私まあ私ですね、あのフルーツジッパーのカレンタンをしてるんですよね。で、グッズ買ったって言ったじゃん。ちゃんと決済終わらせたんですよ。だからちょっと届くのをね、楽しみにしてます。届いたらね、置けるんで。でもランダムなんですよ。ランダム、まさかのランダム。ランダムしない方が良かったかな、ちょっと今更後悔してるんですけど、ちょっとランダムないことをね、後から気づいたので。ですけど、ランダムのやつも飾ります。飾り予定で、だからちょっと整理しないとね。壁に引っ掛ける、壁に引っ掛けることできんの、花を。ミキさん棚に並べてた棚ね、いいよね。え、ね、一つ余ってる棚あるんだけどさ、なんか低いの、棚が低いから、なんか押し見るときいちいちしゃがんだりしなきゃいけないじゃん。だからどうしよう。たくさん公園出るといろいろプレゼントされると、そうかな。愛があるのみですよ。かわいい、ありがとう。服ね、かわいいよね、めっちゃ。ありがとう、かわいい、ありがとう。え、壁に引っ掛けんの、みんな壁に引っ掛けんの。え、花を壁に。 JC感満載。まあ JC なんだ、アイドルの衣装みたいね。そう、結構このエブリンさんの服全部 JC じゃないわ。引っ張られすぎた。そう、アイドルの衣装みたいな感じでめっちゃ可愛いんですよ。リーナ好きそう。そう、リーナ好きそう。めっちゃね、リーナのね、好み分かりやすいと思う。お洋服のクルミンとかと話しててもさ、え、これリーナちゃん好きそうとか、なんか一緒にさ、あのショッピングしててもさ、なんかリーナが入るお店とここ絶対入んないなみたいなお店が分かるって言ってた。なんかね、似てるんですよ、好きなお洋服のタイプが。まあ、だから、まあ、自分入る、ここ入りたいからリーナちゃんも入りたいだろうなみたいな
感じて言ってました。分かりやすいんだよね多分リーナのお洋服のタイプが。めっちゃ服かわいいね。かわいいでしょ。もうアンダー経験者ですよ。でももうリーナはめっちゃもうすぐにでも出て昨日の反省点をすぐ生かしたいです。もういけますもう昨日の反省点はまとまったのでもう出れます私。また早く出たいです。めっちゃ可愛い、ありがとう。めちゃくちゃ可愛いね。可愛いよね。カフェ店員できる？リーナがカフェ店員？なぜカフェ？無事届いてよかった、ありがとうね。いつもエブリンさんのやつだよね。めっちゃ可愛いの、ありがとう。そうエブリンさん、え合ってるよね。ギャギャギャはいいでしょ。なにこれ、ベルト？ベルトなのこれ。なんかベルトみたいなピンクのやつ、ありがとう。なんだこれ、なんかアイテム変わったね、ありがとう。そうフレンチガーリー好きなの。あったか配信、そんなスタンプあるんだ。あったか配信ありがとう。お茶でもつぎますかボールありがとう。16歳の誕生日プレゼントの候補として考えとく。もう考えてくれてんの早いね、ありがとう。ボールありがとう。アイスクリームありがとう。昨日は後方からだったけど笑顔が良かった、楽しかったです、ありがとう。高校制服で決めるタイプ、え制服全然考えないタイプ。なんか制服よりもなんか自分に合うか合わないかとかそっちの方が気にするかも。リーナは制服でさ決める人のねよくわかんないですよ私は。リーナは規則とか結構大事にしてるかも、ルールとか。まあ、場所は大事だよね。愛知に住んでるのにさ東京の高校行きたいですとか言ってもね、ここの東京のこの制服めっちゃ可愛くてみたいな。だからね、まず場所も大事ですよね。リーナ大好きな方だし、リーナ方だし大好きなの。えでもね可愛いとは思うんだけど、ここだけ焼けちゃうよねここだけ焼けちゃうんだよね、あれがここだけ日焼け止め塗らなきゃいけないっていう。大人にならなくていいよ。え JK はちょっと楽しみです。私でも大人にならなくていいとは思うかもでも勉強はしたくない。数年でみよまるさんみたいになれる、みよまるさんみたいになれたら人生後悔しませんよあんなにね可愛くなれたらいいじゃないですか。花の JK、 そうですよ、もうすぐで。まだバブのままでいて、バブ、バブじゃなくない、リーナリーナバブじゃなくない。ほらありがとう。それめちゃくちゃ聞きたいかも。何の話してた何の話はめちゃくちゃ聞きたいですか。カエルの人、何ズボン派ですか、スカートかズボンか。エリーナねスカートのが好きなんだけど、昨日のあのアンコールの衣装、リトマンとかの衣装見てたら、ああいうズボンもたまに履くのいいなって思った。可愛い衣装。いつか時間がない公演ね、リーナも出たいんですよ。時間がないない、時間がないない、そんな言い訳で本当にいい。私もね練習してるのでまたいつか出たいです。お気に入りの服でツーショット撮影会、握手会希望。絶対お気に入りの服にはしますよ気に入ってない服は多分着ません、
てか持ってない気がする。ロングスカートとか似合いそう。ロングスカートやだ。ロングスカートか。たまにはいいかな。やだっていうか、たまにはいいかなって思う。基本的に私はミニの方が好きかも。形が可愛い。ボトムスいつも悩む。リーナボトムスあんま持ってないね。謎の、そう、偽のポケットがありました。下パジャマかジャージですか。いや下はね普通にワンピースなんで、これ普通のやつです。モブ目とかも上よりが多い、よりかな、ちょっと星になってるけど、そう、上しか映ってないよね。まあ逆にちょっとね、下まで映すとね、なんかメールリーナの方に返ってくんの、これ画像サイズ大きすぎて送れませんよって。だからメールはね、あの普通に上しか送れない。下までやっちゃうとめっちゃ遠くから飛んないとちょっとね戻されちゃうんで、まあ、だから X とかモバメじゃない、ブログにしかあげれないかな基本的にね。ほらありがとう。スカートって選ぶの難しいけど16歳のタンプレ候補に考えとか。ありがとう。スカートめっちゃ着たら面白いな。上の量越しちゃうんじゃない。靴下持ってきと。靴下はね靴下はねお気に入りが2個ぐらいある。その他はもう本当にもう白色黒みたいな、シンプルな色。だって靴下誰も見ないじゃんね。結局靴しか見ないじゃん。靴下って見るって感じですね。花束ありがとう。ボールありがとう。ビジュー、なんか聞いたことあるよリーナ。服っていろんなデザインがあることがよくわかる。そうだね、リーナの可愛さの進化のスピードについていけない。どこまで可愛くなるんですか。見れなくなるぐらい。だから見れる今のうちに東海とかね着ておくべきですよ。その服で焼肉とかカレーうどんあんかけパスタ食べてほしい。でもねこれに似たお洋服で焼肉はよく食べます。カレーも。あんかけパスタはそもそも食べない。カレーうどんも食べないですね。そもそも私割とね食べるの綺麗なんで飛ばしたりしないんですよ。ハートありがとう。ジャージ上下をプレゼント。ジャージ24日に劇場でビューティフルの披露。そうですよね、あります。そこで初めてみんな落としてるんですよね多分。楽しみにしててね。ハートありがとう。高校生になったらガンガン出るでしょ。いやガンガン出たいですよ私も。平日も出るの。まあ、出れるっていうか、まあ、時間によるんだよね。高校生になったら時間制限がだいぶね広くなるから、ショールームも9時とかまでできるし、9時とかまでお仕事できるから平日も出れるっていうか、まあ時間制限的には出れます。早くリーナの出る公演ね。最近見ないね。早く入ってください。これからだね、頑張っていこう。制服の目ね入ってね、直すとこ分かんなかった。本当？でも逆にさリーナがさちょっと反省点がって言うとさ、みんなさどこが悪かったのか探すからさ嫌なんだよね。そんな探さないでよ、遠目で見てて。あこっち行ったね、あ今こっち行った、あまあ大体大きいからいいんじゃないぐらいでお願いします。DMM で見てた分ではよかった。あそれで大丈夫です。ありがとう。身長159って言ってたけど、あゆかさんと同じくらいなの。わかんない。あゆかさん、全然わかんないかも。ハートありがとう。よかった、ありがとう。堂々とパフォーマンス、まあ確かに堂々とはしてたかも。初日にしては。昨日お見送りにいないことを知った時の悲しさ。そういなかったんですよ。
ハートありがとう、ボールありがとう。平日の S 公演しばらくアンダーないってこと？え、知らない知らないけど平日リーナあんま出ないんですよ公演、だから出れないんじゃないって思ってるだけです勝手に。ボールありがとう。また青衣装やった。あれはね普通にポジションごとに色が決められてるので青です。なんか最初のさ愛を君にのさ、みんなが一列になったとこでさ色が青赤青赤ってなってるのわかりますか？だからポジションによって決まってるんですよね。まあでも青の方が似合う気がするわかんない、青系着るのが多いからかな。かわっちありがとう。リーナブルーベリー衣装着ていたが可愛かった、ありがとう。え、なんかブルーベリー衣装さバーコードの衣装に似てるなって思った。ピーピーピー音がするたび恋をしてることを読み取られそうね。え、リーナあれめっちゃ好き、あのS 公園の友達じゃなくて、え、友達も好きですよ。あ、そう、友達のね猫のあくび好きどんな感じだったっけ。猫のあくびにゃーってさ 裏で鳴ってんの、あれがめっちゃ好きとマイドリームね、普通に全部好きです。マイドリームいつからだろう、傷つくよりも諦めるようになったのは。え、リーナここの歌ありじゃなかったここで私を見守っててお願い。あれさ、なんかリーナとキョウカの声が似てんのかわかんないけどさ、なんか全然リーナの声わかんなくてなんかあれどっちがリーナでどっちがキョウカの声みたいな、全然わかんなかったんですよね DMM 見てて。かわいい、ありがとう。先輩のキャッチフレーズ楽しそうにやってた楽しいですなんかこれとかさ、星とかさピースとかめっちゃ好きよくな、よくにゃんさんのやつめっちゃ好き、なんかビームからのシャチホコあれめっちゃ楽しい。3列目だからこそなんかめっちゃ走り回れるのが好き、あのアンテナの最初やってるみたいな感覚ですごい楽しいですあれちゃんと楽しく見てた本当？え、なんか楽しくなさそうに見えすぎて大丈夫かなってめっちゃ思った。お見送り無理の時は入る前に出迎えす、お出迎えするのはどう？入る前？あ、お見送りじゃなくてお出迎え会みたいな、あ、来てくれてありがとうみたいなでもね正直ね MC とかさ、それこそ生誕だったからどれぐらい話すかとか分かんないからさ、お見送りが無理なのか大丈夫なのかがそもそも分かんないんですよ。基本的に大丈夫なのだからね、それは多分ね無理だと思います。 S の雰囲気合ってた、本当楽しかったです、はっちゃけられる。パービープペパリピフォやわいナルシストもネガティブ思考も楽天かも、めっちゃ好き。特に特にね、あのリトマのあのて感想走り回ってるとかめっちゃ好き走るの好きなのかな、アンテナとかも走るとこ好きなんですよ。なんかもうはっちゃけられるのが好き。もの、トゥルトゥ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 
ンタン、あれめっちゃ好き。めっちゃ楽しい。ピノキオとかもね最近楽しんでるんですよ。もともと楽しんでるんですけど、なんていうの、わかりやすく楽しんでる。声に出して楽しんでる。最近ふざけてるのわかる、リーナ。絶好調はコンフェキ最大みたいな。わかります、なんか特徴的な声をね出してるんですよ最近。頑張ってます。ピノキオはふざけるって思って、なんか先生に言われたんですよ、ピノキオがなんか真面目なピノキオすぎるみたいな、全然ふざけてないって全体でね言われてて、いやこれはもうふざけるしかないって思って、絶好調今世紀最大ってやってます最近は。あとね初日もねぶちかましてました。なんだっけ、あれなんだっけ、勢いだけで。なんか本家の人がね、本家の先輩の方が勢いだけでってやってて、めっちゃ真似したいって思ってやってました。ピノキオとかもなんかもともと一番初めとかはもうふざける系が逆に苦手で、なんか後輩だからっていうのもあったんだけど、なんか後輩なのに なんかふざけるとさ、なんかね、なんか変な風に思われるかなって思ってたけど、最近は楽しんでふざけてます。ハートボールありがとう。タオン氏の定義、タオン氏の定義はオンリーワン、リーナしか好きじゃない、リーナのメールしか通ってない、リーナのブログしか見ない、リーナ大好き星人がタオン氏ってことです。リーナカレンタンタオン氏、ハートボールありがとう。銃規制推しなんで、それはもう DD ですね。 JC メンバー楽しい、違うじゃん、ミキさんも好きじゃん。12期をもう始めたんですか。サンダーお疲れ様でした、ありがとう。毛糸玉なのこれ、なんでなんで、流れ星ありがとう。そろそろスクショタイム取るのでぜひリクエストください、なんでも、愛を君にのポーズとかでもいいし、なんでもいいです。毛糸玉ね、これ毛糸玉ありがとう。仲間の歌の先導が好き、そうあれね、リナいなくなったら誰がやるんだろう。なんか結構私担当なんですよあそこ、めっちゃ嬉しい、私オリジナルです。なんか行くか、来てたくさん来て。もちろんツーショット撮影会、握手会、トーク会はトークも楽しいですよ。でもありがとうございます。ケイト玉ありがとう。髪の毛サラサラできて、え、なんかめっちゃ髪の毛サラサラって言ってもらえるんだけど、そんなにサラサラなのかな。最近めっちゃ言ってもらえるんですよ、みんなに髪の毛サラサラだねって。本当にあんま思わないから自分で嬉しいです。思わないことを褒められるの嬉しくない。土曜の制服の目楽しかった、ありがとう。いいのも楽しかった。1曲目2曲目泣くの我慢してた、なんで我慢しててさ、ジャックで涙腺が崩壊したのかが分かんない。ほらありがとう。まだ2回しかリーナに会えてない劇場で、制服の目もありますし、エス公演もねありますし、鉄名もちょっと今出てないけどありますし、たくさん会いに来れる機会あるよ、会いに来てね。まあでもその分やっぱり特会とかで会いに来てくれたらいいんじゃないですか、リーナ不足解消できます。優しいね、本当に朝のツーショット嬉しかったんだろうなって思って送った。新野さんと吉野さんも優しかったのに別なのが好きとか。優しかったんですけど、やっぱりそこはね。でも本当にさ、あの質問ね、
毎回思うんですけど、本当にみんないい人で、みんな優しくて、みんな可愛くて、みんな大好きなんですよ私。うん、本当にね。でみんな DD とか言わないで、先輩としての好きなんで私。みんなとは違うんでね。みんなもあれ、みんなは違うか、みんな絶対違うでしょ今から言うこと。会社の人全員大好き。みんな絶対違うな。ケイトナもありがとう。リーナの弟遠く会来ない、来ないです。あの家で遠く会してます。僕の可愛いリーナこんばんは。続く、あ続くの、続く、ありがとう。まだ劇場ではビーアーでしかリーナを見たことないので、他の公演でも早く見たい。じゃあたくさんね来てください。ビーアー、ビーアー、なんかさ3ヶ月に1回とかでもいいけどさ、ビーアーもう1回とかやりたい。それこそさチームイーさんでもさ SK フェスティバル公演3ヶ月に1回やるよとかやりたい。なんか懐かしのみたいな、レア公演にしてほしい。今もう終わっちゃった公演、高校生になったら K2 も出れるようになるから、まあ多分年齢の問題じゃないけどね。カンオケ、カンオケじゃない、カンカンね、カンカン。カンオケってなんだっけ、あれか、ミイラとかが入ってるやつ、カンオケって。あ、え、お墓か。いやカンオケ持ってないです、カンカンね、カンカン。カンカンです、カンカン。だいぶ間違ったね、カオケにグッズとか入れてません。カオケに、カオケにリーナのグッズは入れてません、カンカンに入れてます。あ、それね、カオケ絵文字送られてきた、ドラキュラね。あ、違います、持ってないです。あの、オケとカンの間違いです、カンカンです、カンカン。カオケは全然持ってません、見たこともないです、カンカンですね、カンカン、間違えました。カレンタンカンオケに入れてません。さすがに入れてないですよ。開封、そう開封配信ね、したい、早く届いて。でもグッズっていつも届くの遅いよね。リーナの弾き読んだと弾けなさそう、最近頑張ってるのリーナ。頑張ってるからお願いします、カレンタンなら来てくれてると信じてる。本当に何だ分ないのに 0.1% の確率にかける、かけてます。今こんにちは、オンリーワン、ケイト玉ありがとう、かわいい、ありがとう。ケイトでいいか、普通にケイト玉って言ってたけど、オンリーワン、マジカルリーダーさんお疲れ。あれさ、なんかマジカルバナナのルールをそもそもあんま分かってないのに、アレンジ版のマジカルユネをやろうとしたからミスって、マジカルバナナユネといえばって言おうとしました。あとね、多分ね、ユネといえば、マジカルユネって言えててもね、ユネといえばの後をめっちゃ考えて、あ、食いしん坊って言えばよかった、まだ出てないよね。いや、それにすればよかったわ、ミスりました。最近ネットショットショッピングって言わなくなった、まあ、私もね、さすがに今分かってきたんでね。あと、ありがとう、昨日外れたので次のアンダー当てる、頑張れ。私もね、早く出たいです、次他のチームにも杖出たいです。ケツとかめっちゃ私やってるので。中学卒業できそうですか、まあ、中学は私ね多分できます。さすがにできます、多分。週末にS公演がありますように。そうだね、ハートありがとう、初アンダーおめでとう、ありがとう。何これ、あ、ハート塗ってあるやつ、ありがとう。リーナ一回編み物したことあるよ、
ぶん回しマフラーって何？昨日のリーナもそうだったけど今日もめっちゃ楽しそうで嬉しい。最近ね楽しいことが多かったんですよ。多くもない。あ、まずはカレンタのグッズ買えたことと、そういえばさカレンタンの、あ、一応ねフルーツジッパーわかります。みんなねえねえねえ私も一番可愛いところに気づいてるのすごい流行ってた曲があるんですけど、その流行ってたアイドルさんのセンターの松本カレンちゃんにすごくハマってて、その子のグッズが買えたのと、あ、そうそう、それで言いたかったんだ。なんで近づいたって思ったけど、そうカレンタンの生誕祭あるの。でもサリーナ一緒に行く人いないからさなんかフルーツジッパー好きな子周りにいないから一人で参戦もちょっとなんかよくわかんないからさ、コールも知らないし今ピエン中なんですけど、そう嬉しいこと一つ目ね、カレンタンのグッズが買えた。そして制服なめ公演でポジションが変わってみんながよく見える場所になりました。で3つ目がそうですね S 公演アンダー、これ嬉しかったですね。で4つ目はやっぱり高校ちゃんとね入学できたらいいですねで5つ目に中学校卒業ができたらいいですね。今まだ3つです。高校入学と中学卒業はまあ同時みたいなもんだと思うんですけど、またね増やしていきたいですね。あとねみんなが来てくれたらもっと私の嬉しいポイントはたまりますよ。待ってます。なんでも感想でもいいし、昨日の制服の目公演の感想でもいいし、待ってますね。娘の笑顔マジで好き、本当に素敵です。バラありがとう。あ、3月2日制服の目公演、あ、発表された、来てね3月2日通常公演だよね。誰が出るんだっけ、ちょっと忘れたけど私出ます来てください。笑ってた、キラキラしてた、リーナコールしてくれる人多くてそれも泣けたね。最初はさ、リーナのこと知ってる人少ないんだろうなって思ってたけど嬉しかったです。めっちゃあゆかさんとかもさ自己紹介でわざわざ触れてくださって、なんかすごいリーナイエーイみたいにやってたし優しいって思って、主役なのに。初アンダーしたからもう結婚できる、どういう原理でそうなりましたロケットありがとう、飛行機かな、ありがとう、毛玉ありがとう。リーナってバブではないけど赤ちゃんである、どういうことバブと赤ちゃんの違い何、サクより年上っぽい、そうだよね、それは思うサッカーが年下っぽすぎるんだよね。なんかさ顔はね大人なんだけど性格が年下っぽすぎるんですよ。結婚しなければに逮捕です。ほらありがとう、ハートぬいハートありがとう。正義感があるリナちゃんはけじめのある高校がいいかも。いやさすがにヤンキー校とか行かないよけじめ、え、それはめっちゃ大切にしてるリーナも。なんか自分もさやっぱルール守んない人とか嫌だから、しっかりしてる人が多いとこに行きたいですS 公演のね、めっちゃ歌ってんだけどめっちゃ歌ってんだけど気にしないで。 S 公演の衣装全然知らなかったけど至る所に紫あってニコニコし、それこそねリトマとか、え、確かに紫めっちゃ多い、なんでわかんないけど可愛いよね。ベルトみたいなやつありがとう、ハートありがとう。何やこのギフトね、なんだろう、気づいたらサヤがワンコロ可愛がってキョッピーの嫉妬が爆発大丈夫です
毛玉ありがとう。ポケットまで確認してなかった。ポケットないって思ってまあいいじゃないですか、おしゃれですよね。ツインテール似合ってる、ありがとう。 S 公園の衣装どれが一番好きでした？ちょっと待って、めっちゃうるさすぎるんだけど、ちょっと待って。苦情しましたちょっと妹までうるさかったんですけど、弟はまださ、まあ、ちっちゃいからね、ちょっとうるさいよで済むけど、妹はブチギレ案件ですよ本当に。堂々と歌ってましたからね、気持ちよさそうにお風呂で本当にやめてほしい。そうね、エスコエの衣装どれが好きか、なんか似合ってるかでいい、全部好きなのね。一番似合ってるって思ったのは青春グロービングかな。なんかやっぱり結局は制服かなって思った。でもそうだな、リトマも好き、愛を君ないは僕にも似合わないけど好き似合わないけど好きです。オルさんとの通称可愛すぎてひっくり返った。 K2 公演衣装待機してるな、マベみたい。マベちょっと分かんないけど、マベありがとう。みやまるさんとリーナどっちがでかかった？それはもちろんみやまるさんですよ、めちゃくちゃスタイルがいいです。若いし足出したいよね、見たいし、見たいんかいいや別に若いから足出したいってわけじゃないけど、シルエットが好きなんですよ、ミニスカートの。なんかそれプリーツスカートとか、なんかこういう形のやつが好きです。東海とかで足元見てたりするの。そうなの？足元見んですかみんな足出していこうぜじゃないからね。ニーハイ履いて見せつける。ニーハイ好きなんだよねリーナ、可愛くない普通にニーハイって。シンプルにね、ニーハイ、黒いニーハイが多いんだけど、リーナさ肌ちょっと黒めなんだけどさ、黒いニーハイ履くとね白く見えるのだから好き。なんでレッスンの時みんな腕にヘアゴムしてるの？それはね、あの熱くなるじゃん、いつでも髪結べるようにです。髪があると熱いんですよ。初見さんハートありがとう。リアの好きなお菓子はスパムーチョということで、で締められたのはおもろすぎて今の匂いそれは思った。なんかリーナみたいな締め方してるって思ってリーナもやるの、なんかまあ、何々だったということでみたいな、だからなんか親近感湧いたというか、なんか同じな気がするって思っちゃった。サーフの最近好き？リーナちゃん、好きだよ。ライブマスター好き？リーナ、なんか本当にもう昨日と気持ちが一緒だったから歌えるここで輝きに満ちてるステージで踊りたいんだ。薄めで見ますね、そう薄めで見てください。制服の目数回見失った。本当？多分ねあの合格キスはメガネが特徴的なので一人だけ分かりやすいと思います。反省点探されるの、ね、本当にやめてくださいマジで反省点でメガネが逆の点、あ、S公演の話、それもそれも反省。みんな笑ってたもん、ファンの人笑っててさ、エリナも正直最初から気づいた。なんかもう最初かけるやん、メガネかけた時からなんかいつもと違うなって思って気づいたけど、なんかさこうやってやってる方がさ分かりやすいじゃん。でも正直気づいてなかった人もいたし、言わなければ、まあ、だからまあ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 よくありますよそういうミスは早く入って流星をなんとしても、なんかみんなねしてほしいっていう、いいですよね。でもお
オープニング青はマジで優勝だった、本当ありがとう。2日連続リーナ接種ね、2日もいたね、おめでとう。制服ラメ始まってから鉄が出なくなってちょっと寂しいね。鉄のね、多分配慮してくれてるんでしょうけどね、まあ、ちょっとシンポジオ覚えてたりとか、マリーナはね S 公演初めてだったり配慮してくださってるんでしょうけど、出たいです、出れます出たいです。ブルーベリー賞似合うね、嬉しい、めっちゃ言ってもらえる、ありがとう。いいっすね、じんちゃん届けた、え、できたよ、ちゃんと頑張った。ハートありがとう。よくりゃんさんのキャッチフレーズ、昔もっと大暴れしてた。そうなの？でも後輩一人ねめっちゃ大暴れしてもねちょっと浮いちゃうかな。ずっと笑顔だった、エリーナ笑顔だった、ずっと。リーナとクルミエンスだと思う。え、でもなんか S っぽいって言われるけどさ、他出てないから分かんないよねキョピコさんとの、キョピコさんって何キョピコとのユニゾンうますぎ、水のないプールの2番めっちゃ好きで初日分回してたね。え、本当にそうなんだよね、なんか似てるの声が、多分ね。ハートありがとう。ピノキオ結構移動距離ある、めっちゃね。首飛んでいきそう、そうだよ脳反省とか白目リーナできないの白目できないんだよね、できないんですよ、なんかこうやってやんなきゃできない。全力変顔コーナー、やだ、変顔本当に無理すぎるリーナ本当に嫌なんですよね。メール取ってる、ありがとう。リーナのメールしか取ってない、本当に嬉しい、本当え、本当だ、オンリーニャーンって書いてある。え、てかめちゃくちゃ犬可愛い、ありがとう、嬉しい。犬じゃない、猫だSK メールリーちゃんだけどスクリーンに取りかけたけど耐えた。それはありがとうございます。 Are you ready? ポーズ、うんこれしかないよね、うんうんうん、弱いけど普通こうだからリーナ楽しサック楽し兼務、ゆうねちゃん楽し兼務、兼務っていうものこれ兼任の兼だもんね。多くないですか、楽し多くないですか、それ楽しじゃないですよ、 DD ですよ。獣医楽しも最近言えなくなった、篠原京香でしょリトマに出発されて、あの走り方でガンダしてたら通行人にすごい目でにらまれました。泣いて、何ガンダって何、分からない、何出発とかも分かんないけど、まあ、リトマをしてたってこと、リトマの走り方で走ってたってことですか、それはにらまれますよ、泣いていいですよ、泣いてくださいそれはね分かるよ、泣きたくなる気持ち分かります。リナもたまにねちょっと踊っちゃったりするんでね、恥ずかしくなって泣きたくなる気持ち分かりますよ。仲間の歌で一番の号泣ポイント、あ本当でもあそこでナンズとか泣いてくれたのチームエスポーズ、うん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 、オッケー、髪めっちゃ綺麗、ありがとう、まだ風呂入ってないけどありがとう。メガネ逆だったポーズ、うんうんうん、気まずそうな顔ね、うん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 、ハットありがとう。大爆笑の合格キス本当に合格キスさ、なんかこんな感じだねえみたいな感じなのにね爆笑しながらやっちゃって、すごいあれはね心にきましたね本当に。マジカルバナナポーズ、うん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 、これバナナ、なんかバナナ鬼ごっこやってたの懐かしいな、うん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 、昔バナナ鬼ごっこやってたんですよ、なんか鬼に捕まったらバナナになって、で鬼に捕まってない人が
一回リーナのことタッチしてくれたら一つバナナの皮をむけて、もう一人がタッチしてくれたらもう解放っていうのあったんですよね。あ、やばい、そうじゃん、時間がない、公園みんな行っていいよ、ありがとう、キラマありがとう。なんでだろう、なんかアンダーレてると思ったらもう我慢できんかった。どういうこと、ジャックで DD じゃないからね、じゃ先輩だから、先輩だから、俺もみんな大好き、みんなと違うからね、先輩の大好きとさカレンタイの大好きは違うのよ。リーナメインでもう一度 DMM 見直す、やめてやだあの薄めで見てください、じゃあ西さん、あの質問絶対答えない、そうなの、ミアグロインアップリターンズ欲しいね、そうね、欲しいね、握手会でデコ出し、デコ出しなんて私一生しません。毛玉ありがとう。青春ガールズ終わってない、え、どういうこと、今日の配信カオンケしか頭残らなかった、まだまだ始まってましたよ、あのコメントめっちゃ前のコメントなんでカンカンね、カンカン、重機同士のアイコンタクトが最強に、最高にアイドルでよかった、おお、それはよかった。23制服のメイク、おお、じゃあココハちゃんの生誕祭なのでココハちゃんのサイリウム振りつつガン見してください。最近大人っぽくなったねえ、もうカレンタン知らない、まあまあ知らなくても別にいいですけどね、リーナだけ知ってれば大丈夫ですよ。ライスは一緒に行こうなんね、ライスは一緒に同期誘ったら、いやでもさ絶対タイプじゃないのそういうアイドル、なんかクルミンとかは塩顔好きだし全然塩じゃないじゃんみんな、だからうんって感じです。リーナがカレンタンカレンタン言うから車でめっちゃ聞いてしまってる、 SK 聞いてください3月2日に制服の目ね、みんな当ててね、土曜は何度も目が合ってドキドキした、よかったもし込もうかな、もちろん待ってますよ。あゆかぴょんさんにはお礼しにトーク行かないといけないから、俺じゃなくても行くでしょ、 DD だから。けだまベルトありがとう。特攻服着ないです、うるさいよファンがいるんだから聞かせて、嫌です、なんでファンいるんだよそれに、まあ、DD ですね本当に本当にお風呂は歌うよね、え、みんなもお風呂歌う、リナも歌うの、え、だからね、なんかキリーとこで終わりたくて、だからシャンプーとかしてて水流した時さ口開けながらさ水流したら入っちゃうじゃん、だからサビまで歌い終わってから流すみたいなことしてるリーナハートありがとう。制服現役がやはり似合う、マベメイマイベスティ、あ、そうやって訳してんのねそういうことね、お風呂はいい感じで響くからしゃーし、それはそう、うまく聞こえるよね、ほらありがとう、足細いありがとう、メルトありがとう、前に靴褒めたらこれママの勝手に履いてきたって言ってた思い記憶、ママのじゃないお姉ちゃんの、高校生になって昇格したら髪巻けるようになるから新鮮味ありそう、確かに髪巻けんの高校生ってやったね、でも髪巻くんだったらリナロングでいいやじゃあロングでいいや、髪切ろうと思ってたけど別にいいや、
誰もありがとう。合格キス聞くともう無理、やめて。ハートありがとう。3月1日の鉄のキョッピー出るね。そうなの、なんか出たいですって言ったら調整してみるねって言われてた。リーナも出たい。けだまありがとう、ハートありがとう。今日みんな猫耳なの？そうなの？服かわいいでしょう。サイリウムありがとう。糸ありがとう。気まずそうな顔好きすぎる。なんで？ほらありがとう。定点で見ると目があと2つぐらい欲しい。そんなに見る？薄めで見てよ。目 0.5 でいい。でこれしきれい。え、やだ、絶対やだ。制服の目の自己紹介終わりのセリフ、私たちのなんちゃら全部言ってみて。え、なんだっけそれさ、めっちゃ前の話じゃない？何週間か前じゃない？何週間か前だから覚えてるか分かんないけど、 SK48 研究生制服の目公演、以上のメンバーでお送りします。私たちの制服の下の心の奥には新しい制服の目が生まれました。無限の可能性を持った夢の目は、皆さんからの応援という光を浴びながら、この舞台の上で一歩ずつ育まれていきます。言えてたよね。そう、言えんの。ここだったら言えるの。ステージの上行ったら緊張してない、言えないんですよ。本当にどうにかしたい。いつもそうなの。なんかさ、インタビューとかさ、たまに取材とかで受けさせていただくときに、なんかあーこれよって思って、はいお願いしますって言ったらね、全然違うこと言ってんのにな。あと質問何聞かれたか忘れちゃうの。本当に良くないですよね。結婚式が厳しい、逮捕です。いつもそうなのリーナって。本当になんで。緊張して全部忘れちゃうんですよ。再び僕の可愛いリーナ、こんばんは。晩飯から戻ったよ。真面目な話、日に日にリーナちゃんが可愛くなっている。ありがとう。じゃあこれを機にね、会いに来てくださいね。こっちのが可愛いですよ。これよりこっちの方が可愛いですよ。3月2日申し込む、申し込んで、みんなハートありがとう。ジーキティーツね、いつにしようね。なんだっけ、3月16私服で、3月17がナースで、3月23が私服で、3月24がメイドだった気がするです。こっちの私服はね、顔あっちで、こっちがプリ大人っぽだった気がする。合ってるよね。会いに来てください。お風呂でスマホ見てる。お風呂でスマホ見るとさ、曇るから嫌なんだよね。流れ星ありがとう。毛玉ありがとう。髪巻ければ切るのやめる。うん、ただのストレートはさ変わり映えないけどさ、巻けるならね、バリエーションが増える。あとね、結べるから。ボブリーのお預け、お預け。ほらありがとう。次の公演から逆にメガネかけるの流行らせていこう。絶対やだ。まあ、でもみんな取り巻きにすれば。練習は本番だと思って、本番は練習だと思ってやる人かな。欲しいなってるけど、多分そうだよね。いやでもね、やっぱり本番は練習だと思ってもいるのよ、ファンの人が。いるからどうしてもね、緊張しちゃうんですよ。東海でリーナ目の前にした俺と同じ。え、でもさ、それはさ、手とかに書けばいいやん。リーナが手とかに書きながらパフォーマンスしてたらさ、え、あれ何手に書いたのってなるけどさ、みんな書けるじゃん。ということで、ちょっとコメントも落ち着いたので、ね、今日は配信終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。まあ、そしてプレゼントもお洋服とお花送ってくださった方ありがとうございます。もう半分まで届いてたんですけど、ちょっと持ち帰りきれず
置いてきてしまったので、また次の配信とかで紹介できたらいいなと思ってます。トーク、握手、ツーショット会、ぜひ会いに来てください。制服の上公演の感想でもいいし、ポジション変わったことについての感想でもいいし、初アンダーの感想でもいいし、 JC 最後だから会いに来るでもいいし、この3月はね、3月で本当にもう会えるの最後なんかじゃないかぐらい、最後じゃない最後なんじゃないかぐらいな感じなので、でなんかね4月ないんだよね、なんでかわかんないけど4月ないから、もしかしたらここでもう JC リーナ最後かもしれないのでおすすめです。まあ、ちょっとね強制も取って新しい私になってるので、一応言っとくと3月16が可愛いお洋服でプリチーお洋服、3月17が初人生初ナース、3月23が大人っぽし服、3月24がメイド服だよね。ちょっと3月は決まってるのでぜひ会いに来てください。5月とかまた決めます。まあでもチャイナ服とか持ってるやつがね、アジュイキ T シャツとかたくさん着るのでぜひ待ってます。ということで配信ね終わるんですけど、コメント読んだら終わりますね。みんな今最強に怖いやったね。これより現地のが可愛いよ、バカすぎる。そんなん関係ないですよ、性格私そんな若くないんでハルコンじゃない。にしては発表遅くないですか。ちょっと知らない、リーナ知らない。4月公演がたくさんありそうやな。え、どうなん、あでもそうだよね、でも4月になっちゃうとリーナもう高校生なんで JC は会えないですよ。3月24、25、26、あそんなない、26、27、28、29、30、31ぐらいまでしか私 JK、JC の期間ないですよ。4月はもう JK、そうだよ、 JC リーナ見ておきたい。そうだよ、最後ですよ。ナースになって DD 病を治す、 DD は 病気じゃないです、勝手です、勝手。4月、ねえ4月になればねえそばにいられる、そう信じて勉強するだけ、ねえ桜咲いたら、そうですよ、4月になれば、ね、高校生になります。 JK になったら結婚 OK、 そんなこと一言も言ってないですよ、どこ情報ですか。ということで、え、ちょっとさ、なんかあれめっちゃスクショ少なかった。OK、4月からも JC という可能性はないんだよな、ないです、さすがに卒業しますよ JC なんでJK だったらね卒業できるかどうかわかんないですけど、 JC なんでね。チケンさんハートありがとう、あらかわいい、ありがとうございます。2番ということで今日は配信終わりたいと思います。ちょっとね、めっちゃ過ぎちゃったんですけど、 K2 見てください、私も見ます。またね、ニートって可能性ない。